listening to Shibuya Cross FM. はい、それでは時間となりましたので、毎月第3木曜日12時から生放送渋谷クロス FM 地域創生 SDGs 一言物を元気にする番組をスタートさせていただきますっていうんで自分でよろしくお願いします。本当にまた言うんですけど早いもんだなと思ってますけど、でパーソナリティは日本地域創生学会会長で地域創生実践総合研究所の木村俊明、オンライン担当はですね後藤寛也さんでお届けいたします。これ毎回言ってるんですけど、もう7月中旬ってあっという間に半年が過ぎましたねっていう日々精進して参りたいものですみたいな。で今日はゲストスタジオ入りしていただいてますのがですね、株式会社日建ハウジングシステム大阪代表理事の古山明義さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。また後で自己紹介を含めて、お話をいただければと思います、はい。またオンラインにて今日本当はですねスタジオに来る予定だったんですけど、なんか急遽難しいということで、ダイワリース株式会社北海道支店長の稲垣仁さん、それから礼文町の小野徹町長、それから奈良県の御所っていうんですけど、御所って書いて御所って言うんですけど、奈良県御所市の、市役所ですの中島係長さんにね登場いただきます。皆さんお忙しい中本当にありがとうございます。で今日のテーマっていうのは地域創生 SDGs、 これの推進とカーボンニュートラル、聞いたことないなという人もいるかもしれませんが、CO2 の削減とかの環境をどう配慮するかといったことを地域活動としてこう関わっている皆さんにお話をいただくということで、本日の対話大変楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。お願いします。それでは早速でありますけども、稲垣さん大丈夫ですかね。そうですね、どうでしょうか。ちょっと難しそうですかね。であれば後でつながしていただくということで、最初に礼文町の小野町長さんにですね、自己紹介と地域の現状や課題ということで、最北のですね島なんですよ。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、礼文町長の小野でございます。日本の最北端の島ということでありまして、はい、本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。礼文島、北海道の一番北の端、稚内市の西方約60キロの日本海上に浮かぶ、はい、日本最北端の島でございまして、利尻礼文サロベツ国立公園の一角を占めております。で風光明媚で季節ごとに高山植物が咲き乱れる日本最北端の離島で、来年利尻礼文サロベツ国立公園の指定、はい、50周年を迎えるといったところになっております。はい、で今日本各地でもう暑い日が相当続いておりますけれども、礼文島は今日もまだ20度であります。涼しいですね。気温は24度と言われてますが、はい、まだ20度ちょっとの様子でございまして、大変涼しいわけであります。はい、で今観光客の皆さんがどんどん礼文島、あるいは利尻島においでをいただいております。そうですね、ちょうどシーズンですね。先生も先日おいでいただいたときに相当混み合っていたと思いますが、はい、観光客がおいでにいただくのはいいんですけども、実を言うと去年一昨年その前3年ほどコロナの関係でですね、はい、お客さんが本当にいなかったんですね。うん、ですから島のホテル旅館の、従業員といいますか、はい、町外から来られてた方がいらっしゃったんですけど、はい、その方々が本当にお客さんがいないということで来れなくなってしまった。で急に今年またお客さんが来ましたということでお願いをしているようですけども、はい、簡単になかなか人手が集まらないという状況が続いておりまして、ね、はい、宿もそうですが、飲食店関係、お土産品関係、はい、そういった全ての業種で、人手不足の状況になっているというのが今現状でございますので、はい、
まあ、これをどのようにこう解決していけばいいんだろうかなというのが、あの第1点目の課題だなと、こんなふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、また後でお願いします。はいはい、続きまして、あのご接種の中島係長さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。自己紹介と地域の現状や課題についてお話しいただければと思います。お願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、私、奈良県御所市役所の農林商工課の中島と申します。ありがとうございます。私の自己紹介ですけども、入庁からですね、ようやく今年で23年目という、木村先生先ほどおっしゃいましたけども、あっという間に20年を超えましてですね、自分でもびっくりしてるんですけどそういう中で、農林行政をですね、今年8年目を迎えたということで、させていただいてます。転職ですね。はい、で、奈良県の御所市についての紹介なんですけども、はい、はい、奈良県のちょうど真ん中ぐらいに位置しておりまして、大阪と隣接しているというふうな市町村です。市です。で、まあ、人口は 23,875 人ということで、はい、少子高齢化が進んでいるというところで、はい、もう去年とかでしたら子どもの出生とかですね、1年間の分が100人を切ってきたというふうな町になってます。で、まあ、主要産業と言いましたら、薬の発祥地の地になってますので、お気薬ですね。はい、製薬業がですね、はい、それに関連した医療とか福祉とかが、はい、発展しておりまして、まあ、農業も基幹産業というふうな町になってます。はい、で、まあ、専業農家の方、農業に言いましたら専業農家が非常に少なくてですね、はい、兼業農家が多いというところで、そういった方の、まあ、所得の向上とかいうことが課題になってますので、それにの政策をですね、今進めているというところです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では今日はのスタジオを入りしていただいてます、はい、株式会社日建ハウジングシステム大阪代表理事の古山明義さんに自己紹介と地域の現状や課題をお聞かせいただければと思います。はい、わかりました。まあ、我々日建ハウジングシステムっていうのは建築の設計事務所でして、まあ、東京スカイツリーとかを設計した日建設計っていう、はい、まあ、日建設計のグループ会社です。はい、でそれこそちょうど1970年の7月20日今日なんですけど、ね、日建設計から分社、まあ、プレゼント持ちしてますいやプレゼント頂戴ってことですね独立をしまして、はい、でまあ、そこから集合住宅、主にマンションですね、はい、都市型のマンションであったり、まあ、シニアレジデンス、はい、そういうものを手掛けております。でただまあ住まいというものに関して、はい、少子高齢化であったり、まあ、コロナ、あと環境問題という、まあ、さまざまな社会課題というのが今ある中で、はい、その社会課題を、まあ、解決をして何か新しい暮らし方の提案とかを行う、まあ、目的で LID 研究所という研究所を、はい、2016年ですかね、はい、に立ち上げております。でその中で我々の部門では、はい、まあ、竹をテーマに、はい、いろんな取り組みをしております。でまあ、今回ちょっとお話しさせていただくのは地方地域というところで、我々鹿児島県の薩摩川内市という、はい、鹿児島の中でも少し北の方ですね、はい、に、まあ、存在する、行政 と、一緒に取り組んでます。はい、で実は日本の竹林面積で一番広いのが鹿児島県なんですね。でその鹿児島県の中でも一番広い面積を有している薩摩川内市っていうのは、はい、まあ、地域資源でありながら地域課題って言われているこの竹の利活用に、うん、取り組んでおりまして、うん、で我々そこに入り込んで、はい、まあ、建築の設計者、建築の、まあ、立場で何か課題の解決ができないかということの取り組みを進めております。はい、はい、ありがとうございます。はい、それでは礼文町の小野町長さんにお聞きしたいんですけども、その今お聞きした自己紹介とその地域の現状や課題で、その中で今度はその解決に必要なことと言いますか、それは何だとお考えでしょうかというご質問とか、はい、なんですけども、いかがでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。
昔からあの言われてきてる分なんですけども、はい、なかなかその企業を誘致するということもできませんし、はい、それからあのここで新しい産業を起こすというのも結構大変な話なものですから、はい、あのどういったことがあるんだろうということで私もいろいろこう考えてきたんですけども、はい、あの今離島振興法という法律ができましてね、はい、あのその中ではいろんなその企業要するに仕事をこう作ってあの島外の人あるいは島外の人をこう島に呼び入れることができるようになったんですね、はい、でそれをあの少しずつ始めてはいるんですけどあの毎年一、まあ、人が起業できればいいかなというぐらいで、はい、なかなかこう思うように進まないという状況があります。であの一つはあの高校生をですね、はい、礼文島の高校生だけではちょっと足りないということがありまして、はい、10人ぐらいしかいないんですね、はい、ですからあの10人であれば足りないということで今離島留学という制度を作らせていただいて、はい、全国からその高校生を礼文にお呼びをして、はい、3年間礼文島でこう勉強していただいて、はい、その後はまあ島の担い手になっていただこう、こういう今取り組みをさせていただいておりまして、はい、あの今年の春に第1期生が18名卒業しました。でそのうちに8名があの、はい、その離島留学で来られた皆さんですけども、はい、そのうち4名がこの礼文島で就職をしていただきました。お、素晴らしいです。それはあの千葉だとか、はい、東京から来られた方が、まあ、礼文島に住んで、はい、そこで仕事をしているということですね。ですから、まあ、あの4人の方がそうやって新たにその島の担い手になってくれたということが、まあ、非常に嬉しいなと思ってますし、来年からもまた引き続いて、はい、そういった取り組みをしていきたいなと今そんなことを考えているところであります。はい、ありがとうございます。はい、もう打率でいうとあの8名中4名ですからもう5割ですね、はい、素晴らしいです、はい、素晴らしい実績ですね。で今日もあの今と北海道文教大学の中にと来年の4月から地域未来学科っていうのを立ち上げて北海道をはじめとしてその地域 のリーダー人材を養成するっていうことで、まあ、実学教育でその中でもインターンシップ等を充実させてこうできる限りその地域のことに強い関心を持っている人たちをリーダー養成かけてそれぞれの地域にこう私ここ行きたいですって言ったところに行っていただくという仕組みを今作っていこうと。またあの大学院で社会人の学び直しっていう今日はの学び直しっていうのは学び足しじゃないかっていうのといわゆる学び直すっていうのと学び足す足しじゃないかという話を今日朝のやり取りしてたんですけどあのの中ではやはりあの社会人の方でこうもう少しちょっと実学を学んでいただいてそこの地域で活躍いただくという仕組みを作っていくということでまたあの先日は礼文町の中にある礼文高校高等学校なんですけどそこの全校生徒の前でちょっと講演させていただいたんですねその時はちょうどあの小野町長さんいなかったんですよ残念だったんですけど、はい、ということであの今お話を礼文町の小野町長からお聞きしました。続いて中島さんと、はい、この先ほど の地域の現状や課題をお聞きしましたけどもその解決に必要な要素って言いますかねそれは何だと考えてますか。はい、御所市においては、はい、あの農業が基盤産業というところもあるんですけども、はいあのまあ、その農業をしているところの特産品というのがございまして、はい例えば大和芋っていうところの、はいはい、今は御所芋って呼んでるんですけども大和芋って言っても分かんない人いるかもしれませんね。はいつくね芋っていう形で、はい、ソフトボール状の芋なんですけど、ね、まあまあ、うん、でそれ、はいはい、それをすりおろして、うんとろろ芋になるっていうものですね、はいまあ、でこれあれですよねじゃがいもと違って
あの、はい、1つの根っこで1個しかならないっていう芋ですね。そうですね、1個に1個ですね、はい、はい、とかですね、あの、まあ、これは日本の柿のもう全ての原種なんですけども、はい、甘柿の原種ということで御所柿っていうのがありまして、でこういったものですね、それをあのいいものはいいんです、市場に出せるんですけども、はい、そうじゃないもの、規格外っていうのをどういうふうに、まあ、地域内で活用して皆さんに知ってもらうのかっていうのが一番課題であったんです、はい、それはあれですよね、はい、あの柿については、はい、あの古い書物をこう紐解いていって、はい、なんかもうあの織田信長さんのところまで行っちゃうっていう感じですかね。そうですね。その時に献上したという。はい、ずっとあれですね。あの天皇陛下さんにこう献上しているような、はい。そうですね。あの柿ですよね。御所柿も御所芋も、はい、もうどちらも天皇陛下に献上しております。はい。だからもう由緒正しきというか。そうですね。まあ、あの原種であるがゆえに、はい、あの規格外品も出やすいというところで、それを、まあ、あのどうにか活用しようということで、はい、町全体で6次産業しようという流れに。 GI 認定はどうなってるんですか？ GI の認定、あ、 GI の認定は今現在あのストップしておりまして、はい、再度書類を出し直します。提出してるんですね。はい、そうです。 GI って何か説明していただけますか？地理的表示といいまして、はい、農林水産省の方があの認定していただく、ま、そこの特有の農産物ということで、はい、生産管理から販売までですね、もうこの地域でしか取れないとかですね、はい、最終的には輸出のところも考えた取り組みになっておりまして、はい、完全にその品質が保障されていくと、国レベルで保障されていくという制度なんですけども、はいはい、それにちょっと登録チャレンジをしているというところです。まあ、申請中ということですね、はいはい、ありがとうございます、はい、それではあの古山さんなんですけど、はい、先ほどの地域の課題、竹のことだとかありましたけど、はい、そこをこう解決するに必要な要素といいますか、はい、そこはあのどのようにあのなってますか？はい、あの先ほど私竹が、まあ、地域資源でありながら地域課題ってお話をしたんですけど、はい、今あの地区外って言われているんですね、はいはい、で日本では昔からあの竹ってあの日用品であったり家具であったりって、そうね、竹どもとかあの使われていたんですけれども、最近ではあの流しそうめん、いや逆に流しそうめん流しそうめんぐらいしか使えないって言われてるぐらいで、竹馬ももうやる人がいなくなった。竹馬ってないですね今ね。あのどんどんあの一つの理由として、まあ海外からあの安い竹が日本に入ってきてしまったっていうのと、箸とかもそうですね。そうなんです、あの海外製が多いんです。であとはもう一つはあの竹の日用品なんかもあの加工しやすいプラスチックにどんどん置き換わっていって、で竹をいわゆる使う人がいなくなったと。そうするとあの竹林生えてる竹がそのままほったらかしになってるんですね。で 竹はすごい勢いで、まあ、成長が早いって有名なんですけど、地下茎浅いところを張ってどん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 広がっていって、で大体1年間で3メーターから5メーターぐっと伸びると。桃栗3年で竹何年、竹もう1年かもしれないですね。でそうすると今度日が差さなくなって、どんどん森がいわゆる痩せていくんです。こうなんかこう今回のようにドサーッと、崩れたりと雨が降ったらドサーッと崩れていく。地下系なので表面しか張ってないので崩れたりっていう問題があって、はい、でそうすると竹ってやはりどんどん使っていかないと環境維持ができないものなんですけど、今竹を使う人がいなくなっている、ね、これが非常に大きな問題で、今我々は薩摩川内市と一緒にどうやってこの竹を、まあ、たくさん使うか、でただたくさん使うのもやみくもに使うんではなくて、はい、竹林を持っている人から加工する人で、それを使う人で、そのまあ川上から川下まで、はい、まあ、全ての人にあのメリットがあるような使い方っていうのを探していこうと。なんかそれ地場産業になっていくといいですね。そうなんです。地域の人たちが関われる、はい、でそれが最終的に地方創生っていうものにつながっていくはずなの で、なんか SDGs っていう、はい、そうです、ね、今そこを目的に、とにかくまず使っていこうと、使ってないものをもう一度使い始めようということを今我々頑張っています。それ CO2 削減するとかなんとかにはなんか関わっています。そうですね、竹ってまあ1年間、はい、成長する1年間だけ CO2 を吸着するって言われて、うん、後のその先って吸着しないっては言われてるんですけど、はい、
それがだいたい3年から5年でちゃんと伐採して使ってあげれば、枯渇したままになる、溜めたままになる、で次の竹がまた生えてくると、はいはいはい、あと単位面積あたりも木に比べていっぱい増えるので、はい、いわゆる使えば使うほど、まあ、脱炭素 CO2 削減というものにつながっていく植物だと。根っこってどれくらいこうなんですかね、その今の土砂崩れとかなんとかに土砂崩れ自体はやっぱり竹の場所によって川っぺりに生えてるのはいいらしいんですね、はい、ただ山になると中まで入っていかないっていう、はい、特徴なので表面だ、川べりとかなんかの方が有効で、逆に本来山には木が生えていて、はいはい、でそこに根が張って土を押さえている、で今その竹が浸食してって本来崩れそうなところに地下茎が表面で覆っちゃってるから土砂崩れが起こると。なんとなく竹が生えると土砂崩れって言われるんですけど、そうじゃなくて本来木が生えてないといけないところに竹が浸食しちゃっている、だから土砂崩れが起きるっていうような関係性ですね。なおかつ間伐しないもんだから木が不足って根もこう育たない、はい、そうですね、だから倒れる余計そうね、はい、という状況ですね、はい、ありがとうございます。それではあれですかね、大和リース株式会社北海道支店長の稲垣仁さん、あ、つながってますね、はい、はい、それでは自己紹介と地域の現状や課題を今までの方にお聞きしてますので、はい、お願いできればと思います。はい、すいません、皆さん、私大和リースの北海道支店の稲垣と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう今度あれですね、札幌支店から北海道支店というふうに変わったんですね。あ、そうです。この4月私北海道来まして、はい、今5年目を迎えております、はい、で私ども札幌市だけじゃなくて北海道全域で、はい、ロッドとか事業をさせていただいてますので、はい、ちょっと違和感ありましたんで、もう名刺というか支店名を北海道支店と書いて、はい、皆さん分かりやすく 全道どこでもやりますよっていうところで、支店名を北海道にさせていただきました、はい、ちょっと簡単にちょっと自己紹介と、はい、今日のことだけをご説明させていただきますと、まあ、先ほど言いましたが、私、北海道来て5年経ちます。で、私どもの会社、ありがとうございます。ちょっと資料なんですけども、はい、次のページお願いします。まあ、私は大和ハウスグループの、グループ会社の一つになっております。まあ、昔からもう今で、約65年ぐらい、創業になってまして、私ども、まあ、公民で、まあ、役所さんと の仕事も多くて、はい、特に、私どもその不動産とか商業施設も開発をしてるんですけども、大手 のデベロッパーさんのようなこう町だけじゃなくて地方都市にも目を向けた形で、はい、商業施設を開発させていただいております。まあ、ちょうど、北海道で言いますと、北は稚内から南は函館まで商業ありますし、全国で170以上の商業施設を構えております、はい、これってまあほとんどが、街中だけじゃなくて郊外型の商業施設というところで、はい、まあ、要は今私どもの、まあ、考えとしては商業施設はもうインフラと生活インフラというふうに思ってますので、そんなことをやっております、はい、次のページお願いします。で先ほど今ちょっと竹の話があったんですけども、私も SDGs ちょっと取り組んでおりましてたまたまこれ2019年にうちの本社で作ったものなんですけども、はい、まあ、なぜ竹かって私ども言うと、大和ハウスは交換パイプ構造の交換構造から始まりました。それはなぜかって言いますと、創業者が竹のしなりがすごいなかなか折れないっていうところから丸パイプを柱にしたものを作ったっていうのがスタート創業の ものでしたんで、はい、まあ、竹のように伸びて竹のように丈夫でというイメージもありまして、まあ、このような形で SDGs 2030年に向かって、まあ、いろんな分野で取り組んでいるということになっております。はい、で最後3ページもお願いします。で、まあ、今回の、まあ、今日の議題とかありますような形で、はい、まあ、カーボンニュートラルだったりというところの、まあ、目線で言いますと、私ども取り組んでいるのが、まあ、一つが、緑化、まあ、建築とか商業施設の開発っていうのは主たる事業ではあるんですけれども、それ以外にも緑化をやってます。
はい、東京でも、まあ、あの銀座の方だったり有明の方でも緑化もいくつかやらせていただいて、まあ、緑化緑地緑地率っていうのを増やしていきたいなというのが一つです。それから、LED 化によにのことを今やってまして、要は街灯とか照明とかを LED に変えてリースさせていただくというような形で、光熱費を抑えて、それが抑えた分で工事費が賄えるという形のものを提案をさせてもらって、要は電気代削減ということ、それから太陽光ということで、太陽光を設置して売電というか売っているという形を取らせてもらっています。まあ、そんなような形で、まあ、全国、48箇所事業所を持った形でグループ全体で、地方、特に地方に目を向けて今ちょっと事業を取り組んでいるというような形になっております。すいません、はい、引き続きよろしくお願いします。ありがとうございます。で続いて、いろんな課題、いわゆる問題点とか課題を自治体とかいろんなとこから、はい、相談を受けていると思うんですけども、その中でこう解決、それをこう解決していくっていったときに、はい、どのようなこう要素っていいますか、どのようなこう要因が必要だと思っておられますか。まあ、そうですね、まあ、はい、まあ、今先ほど言いましたその LED 化とか、はい、電気を特に高くなって消費を減らそうというところでの、はい、道内でも電気でもだいぶご相談を受けております。はい、でその中で言うと、やはりこう本当にこう環境に、意識を持たれている方々とそうじゃない方々がちょっと二分するかなと思ってます。北海道でも、179自治体ある中でカーボンニュートラル、まあ、ゼロカーボン宣言で言ったらもう120自治体さん以上あると聞いてます。はい、でもどこまでこう取り組みされてるかっていうのはまだまだクエスチョンというか、実現されてるところがどこまであるかなっていうのはあるんですけども、はい、まあ、そういった形で私どもはこう消費電力を抑えるっていう、まあ、小さなところの積み上げからやっていけたらなというふうに思っております。あとあれですよね、PFI とかそれから PPA とか、はい、そこも熱心に取り組まれてますですよね、はい、そうですね、はい、その点ちょっと教えていただければと思います。まずこう PPA に関しては先ほど言った電気を太陽光が私どもで設置させてもらって、まあ再生エネルギーですね、はい、はい、いう形で、まだ道内ではまだ実績はないんですけど、今いろいろ数件提案をさせていただいております。はい、まあ、これは本当にいい仕組みで、はい、投資がなくって今の電気代で同等で買い取ってもらったらこう再生エネルギーを使えているというところがなるかなと思います。はい、まあ、繰り返しますけども、大きなことからじゃなくて、まあ、ちょっと小さな頃、細かいかもしれませんけど、そこからこう少しずつやっていくのが、まずは良いかなというふうに思ってます。はい、でもう一点はこう、PYD の、はい、まあ、公民連携というところでは、まあ、全国で今28箇所ぐらいは PFI 事業で、代表企業で実績がさせてもらってます。はい、まあ、それ道内でもこう、公民連携でこう、この間は南幌町で子どもの遊戯施設とか整備させてもらったりというところで、まあ、要は官の、強みと民の強みを、まあ、いかに複合化できるかっていうところがポイントかなというふうに思ってますので、はい、まあ、その辺をアンテナ張って、事例も含めてで新しいことへの取り組みということを頑張ってます。はい、ありがとうございます。また後でお話を聞かせていただきます。よろしくお願いします。礼文町の小野町長さんに今具体的に例えば地域創生 SDGs であったりとカーボンニュートラルのことであったりで結構なんですけども、どんな実践をされてますかというのをお聞きできればと思います。あ、なるほど、はい、ありがとうございます。先ほど言いましたように人口減少があるという話をさせてきましたが、はい、今2301人が礼文島の人口でありまして、はい、まあ、高齢化率が 38.3% ということで、まあ、非常にこう、はい、高齢者が多い町だということです。ただ城市町ですから生涯現役で働く方が多くて、はい、まあ、80歳を超えてもウニあるいは昆布を生業としているということで、
まあ、礼文島においてはやはりこう健康であるということがとても大事だというふうに言っております、はい、で地方創生総合戦略でもその健康づくりをしようという項目を挙げさせていただいておりますけれども、はい、さて何をやろうかとなったときに実を言うとあの世界保健機構、はい、まあ、WHO がですねあの冬でも18度以上の、まあ、気温部屋の気温を確保しなくてはダメだよとこういう勧告をされているそうですね、はい、であの私どもこれまであの健康づくりと住宅ということにあまりこう意識がなかったんですが、はい、実は今年の冬にあのどんな家に住んでるのかという、まあ、お年寄りの家をちょっと、はい、調べさせていただいたんですね、はい、そしてデータ取りをした結果ではあの茶の間は、まあ、茶の間というか今は、はい、あのストーブどんどん炊いてますから、はい、あの18度以上の確保はしてるんですが家の中でそれ以外の部分というのは非常にこう寒いところに住んでる、はい、18度に達しないところに住んでるというのが分かりました、はい、であの今礼文島の灯油は1リットル135円という、まあ、非常にこう高い値段です。で冬の間は一月に約400リッターを使うということで、はい、毎月あの5万円ほど油代がかかるということで、大変なこう状況になっているわけですね、はい、ですから私どもその一部屋だけでも断熱を測ることができればその燃料費がまあ軽減できる、はい、そうすると、まあ、これもカーボンニュートラルの一つになるんだろうなと、はい、そんなことを今考えてですねあの国の皆さんあるいは北海道庁の皆さんともお話をさせていただいて、はい、国の制度でこの住環境整備の改善を図る、まあ、言うなれば部屋の中に一部屋だけでもその18度を確保する、はい、そういう部屋作りをすることによって健康づくりをしていこうと、でそのことがあのカーボンニュートラルの一つにもなっていくというようなことをですね、はい、今考えているところで、まあ、来年度あるいは 今年の後半からそういった取り組みをやっていこうということで今皆さんとお話し合いをしているところであります、はい、以上です。ありがとうございます。と先日7月の8日に北海道文教大学 の鶴岡記念講堂でシンポジウムを行った時に、はい、その内容についてあの議論されて礼文町の小野町長さんも登壇されてそのなんか宣言をされていたので心強く思ってました。ありがとうございます。で続きまして中島係長さんどうですか。はい、はい、ありがとうございます、はい、農業に特化した形でお話しさせていただこうと思います、はい、御瀬市の経営面積ですけども、はい、あの農地ですね487ヘクタールありまして、はい、で先ほどから言ってましたように、まあ、兼業農家あの自給的農家っていうのが非常に多く 87% もいるっていう地域です、はい、でその中でも農家さんの、うん、平均年齢が71歳ということで、はい、かなり高齢になってきてるっていうことなんですけども、はい、まああの放棄地も増えてきたという段階でこれではまあ農地守れないということなので、まあ、みんなで考えていこうっていう中で、はい、先ほど言ってました御瀬芋とか御所柿を、まあ、歴史や文化がある農産物ですけども、はい、それを活用してですね何か、まあ、あの地域外にも自慢できるようなお土産品であったり自分たちにも何か、はい、あの誇りを持てるようなものをしようということで、その歴史ある文化の規格外の御瀬芋ですね、はい、この資料にありますけどとか規格外の御所柿これ柿なんですけど、はい、すごい形してますけどこんな形を使って、まあ、何かできないかなっていうことで JA さんとか、まあ、もうボランティアだったんですけども初め、はい、みんなで皮をむいてであの地域内の企業と協力して、まあ、あの商品を開発したということで、まあ、結果的に6次産業化をしてるんですけども、はい、まあ、あのそういった取り組みの中で、まあ、一つですねあの商品といたしましたら御瀬芋焼酎見かけによらずという形で
芋がゴツゴツしてるんですけども、まあ、見かけによらずすっきりとしたキレのある味わいということで、はい、あの商品開発を木村先生にもお世話になりましてさせていただいたりとかですね、まあ、こういう形をすることによって皆さんにまあ認知をしてもらうっていう取り組み、それからあのみんなと一緒にやるということですので、まあ、あの地域の経済を循環させるということで内発型のあの産業ですね、はい、を活性化しようという形で取り組んでます。でもう一つ、まあ、御性芋を使った形になるんですけども、御性芋のそうめんということで、かなり似てるみたいですね。はい奈良県といいましたら、あの、はい、三輪そうめんって、まあ、そうめんの発祥の地なんですけども、あの、まあ、ご存知だと思うんですけど、そのそうめんを何か多分あの何か共同で開発できないかなっていうことで、はい、で先ほど言った芋の皮を剥いたのものを乾燥させまして粉末化しまして、でそれを、まあ、あの地域 の, あの企業さんなんですけど依頼して製品をしていただいたという形で、はい、これもかなり今ですね、だんだん夏になってきましたのでよく売れているという、ね、はい、いうところです。あの東京なんてかなり、もう今日はちょっといやいや、うん、涼しいって感じですけど、もうかなり暑いんで、うん、そうめんとかはもうはい、ありがとうございます、はい、あとはシロップですね。そうですね、あのこれは五所柿を使ったシロップなんですけど、これ保存料一切使ってないんですけど、あのもう常温でおそらく大体1年ぐらい持つというところで、はい、あのまあ本当にね女性に気に入られてるんですけど、ポリフェノールが非常に高いっていうのと、はい、でこれも柿氷とかにかけて食べたりです。そうですねあとソーダとか、ね、そうです、ね、はい、美味しいです。でヨーグルトにかけたりとかいう形で、はい、あの、うん、本当に蜂蜜みたいな味でして、色だけが柿のような、はい、形をしております、はい、でまあそういうことですね、まあ規格外の、まあ、歴史や文化がある農産物を使ってですね、少しでも、まあ、あの地域で、活性化するっていうのであったり、はい、まあ、カーボンニュートラルにもつながる取り組みということで、一つずつ取り組んでるというところです。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。それではスタジオの、はい、あの鳥山さん、はい、ああ番組、自分の番組来るのか時間がなくなってきたぞ。お願いします、はい、あの先ほど、まあ、使えば使うほど、はい、あのまあ、メリットが出るというところで、はい、今我々はあの竹を、まあ、はい、丸ままとかその工芸的なものじゃなくて、はい、工業製品、工業的なもので使っていこうと、建築で使っていこうという取り組みを行っています。これ農林水産省のとか林野庁とか、こうなんか共同でなんか、ね、まだそこまでは行ってない状態です。で竹これからですね。で竹はあの非常に実は強度が強くてですね、はい、あの例えばあの中国に行くとですね、はい、建物を建てる時の足場ってあれ竹でやってるんですね。あれぐらいすごく強度が強いもので、はい、今我々はその、まあ、ここに今日持ってきてるんですけども、はい、この修正材っていう竹をこういう、これは上手人は分かんないですけどね修正材の、うん、形にして重いです。でこれを、まあ、構造材ですね、はい、柱であったり梁であったりっていう建築の構造材として使おうという取り組みを行っています。ただ実は竹はですね、あの木のように見えるんですけど、はい、あのイネ科の植物なんですね、うん、そうするとあの JIS とか JAS とかの規定もなければ、はい、あの我々あの建物を建てるときには建築基準法っていう法律を守らないといけないんですけど、建築基準法でも使っていい素材にはなってないんです。で、まあ、今回我々はこれを、まあ、なんとか強度があるんで、はい、ぜひ構造材で使おうということで、あの、まあ、架空のモデルプロジェクトを、はい、設計しまして、でもう実際その申請を出しちゃおうと、はい、で性能評価っていう評定を出してですね、この3月に実はあの、はい、取得することができました。で今その、まあ、モデルプロジェクト、はい、そのままであれば、はい、あと大臣認定取って確認申請取って建てれるっていう、一応ちゃんと修正材で竹の修正材で、構造材として建築ができますよっていうお墨付きをあの、はい、取るところまで持ってってますので、まあ、ぜひこれをどんどんつなげていってたくさん使う、でいいところに使う、で価値のあるものに使うっていうものにつなげていって、はい、まあ、結果地方創生につながり、はい、SDGs の取り組みになっていくというところを目指しております。はい、ありがとうございます、はい、もうだん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 あと10分少々になってますので、はい、あの次回の予告をちょっとしておきますですね。次回はの8月17日木曜日で12時からですので、
ゲストはあのテーマ、ここのこの時のテーマなんですけど、防災減災の現場っていうふうにしてるんですよ、うん、なのでスタジオには、うん、あの災害だよって言ったら必ずそこに行っているっていう土屋和也さんというがおられましてね、でその方にあのスタジオに入っていただくと、あとあのオンラインになるかスタジオになるかちょっとわからないんですけども、今あの災害起きたらいろいろもう大変じゃないですか。その中では気象庁の方にちょっと参加していただきたいなということで今連絡を入れてます。まだあの返事が来ません連絡を入れて、あのぜひあの皆さんにこういうところをやる防災減災、こういうところを注意したらいいですよとかいうところをぜひお聞かせいただければなと思ってます。ということでぜひお楽しみにしていただければと思います。それではもう一度あの4人の方にですね戻りますけども、と今お話を聞いた中で今後の展望なんですけど、今後どういうところにこう展開していこうとされてますかということで、最初にあの稲垣さんいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。まあちょっと展望っていうのは急いと思うんじゃないですけど、でもまず先にはちょっと若干感想だけでもさせてもらうと、礼文町さんのあの住宅も非常に面白いっていうか、はい、重要なことだなと思いますし、はい、あと柿シロップは僕ちょっと飲んでみたいな、ちょっと食べてみたいというふうに非常に思いました。あとそうめんもでもああいうふうにあの民間さんと連携してやるっていうのは非常になんかいいなっていうところがありましたんで、はい、まあ、私どもあのどちらかというとこう建築とか、まあ、作る、はい、まあ、建物を作るっていうところは主ではありますけども、はい、そこだけじゃとらわれずにこう地域にある素材を、使ったところとこう人と人をつなげれるところ、人と企業をつなげれる、人と、はい、企業と役所、まあ、関東をつなげれるようなものができればいいなというふうに思ってます。まあそれがこう、今まで作ってこれなかった、作られてなかったものが新しい発見ができればなというふうに、まあそんなことをちょっとこれからちょっとやっていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは続きまして礼文町の小野町長さんお願いします。はい、ありがとうございます。まあ、最近特にあのカーボンニュートラルの中でも、はい、ブルーカーボンという取り組みが、まあ、必要と言われてきております。はい、であの、まあ、礼文島は海に囲まれておりますから、はい、まあ、昔からあの利尻昆布、礼文島でも利尻昆布なんですけども、はい、この昆布がたくさん取れるわけであります。でこの昆布にその CO2 が吸収されて、はい、まあ、海中深くにとどまっているということが、まあ、非常にこう注目されているわけでありまして、はい、昆布を増やす取り組みというのは、まあ、自然相手ですから大変こう難しいことなんですけども、もしそういったこの昆布の生息場所を増やすことができればですね、はい、漁業者にとってはまず昆布の生産が増える、はい、要するに企業所得が増えるということにつながっていきます。はい、でさらにですね、この CO2 の吸収量が増えるということで、はい、まあ、その分もですね、その CO2 の排出している事業者等との、はい、まあ、そのカーボンクレジットという言い方をしておりますけれども、はい、浜の皆さんの収入増に結びつくんだという、こういうことが今言われております。ですから私どももあの、まあ、役場だけでできる話ではなくて、はい、漁業者の皆さん、あるいは漁業協同組合の皆さんとも協力、漁協2つありますもんね、みんなでやっぱりこの取り組みを進めてですね、はい、なんとかこの漁業者の、まあ、水揚げを増やし、はい、またカーボンニュートラルの取り組みを進めていきたいなと、こんなことを今考えておりまして、はい、まあ、多分時間がかかると思いますが、なんとか進めていきたいなと、そんなふうに思っておりますので、先生のお力もまたお借りしたいと思います。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。それではあの御所市の中島さんお願いします。はい、ありがとうございます。御所市はですね、今後の課題なんですけども、はい、まあ、農業の活性化を一生懸命やってるんですけども、はい、そのとこからですね、まあ、地域全体の底上げを図っていって、まあ、あの地域創生ですね、地方創生といいますか、はい、地域創生をもう達成していけたらなというふうに思ってます。はい、で特にあの他の業者さんとですね、他産業との連携っていうのも必要となってくるので、はい、そこも強化していきたいというふうに考えてます。
で、ちょっと告知になるんですけど、今月の22日、はい、あさってから、30日の間、東京のまほろば館、はい、奈良まほろば館っていうの新橋にあるんですけども、はい、ここでご世師のフェアをしておりますので、はい、ぜひご来場いただけたらと思います、はい、でそれから見かけによらずと柿蜜なんですけども、インターネットでも買えますのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。ではフレームさんお願いします。はい、まあ、先ほど木村さんおっしゃられた通り、はい、今まあ我々一つの形までは持ってたんですけど、はい、やっぱりその先使うっていうためには広げていかないといけないので、はい、当然まあ林野庁さんであったり、まあ、国交省、はい、でまあ九州でやはり竹ってかなり問題になってますので、実は来週月曜日に鹿児島県の方にも行ってアピールをしますし、その薩摩川内から起こったものが鹿児島県から九州に広がって、で九州だけじゃなくていろんなところで竹困っている方がいますので、どんどんこの建築での使い道っていうものを広げていって、簡単に体力があるので簡単に使えるようになってくれれば、はい、みんな使って、はい、そうすると今はまだ一品生産的にコストも高いんですけれども、はい、地産地消的に地元の竹を地元で使うっていう形になれば、うん、どんどん日本全国で竹使えるようになると思いますので、今一つまあ、作れるっていうゴールを迎えましたので、次は今度広めていくっていうところにつなげていきたいなと考えております。ありがとうございます、はい、もうぜひあれですね、今度FM アップルって、札幌の豊平区 の、 FM 局なんですけど、毎週もう火曜日、13時から14時まで毎週ですよ、やってますので、よろしければ、ぜひ札幌に来ていただいてお伺いしたいと思います。またオンラインでもやってるんですね、はい、で今日はですね、もうちょっと時間がありますんで、もう後藤さんが全然会話できてないので話できてないので、はい、もう後藤さんのですね、はい、これから の、 展望を聞ければなと。ありがとうございます。会社経営されてるわけですか、はいはい、ありがとうございます。まあ、皆さんの今日のお話を聞かせていただいて、はい、やはり全国、はい、国内も国外もそうなんですけど、皆様がいろんな課題に取り組んですけど、自分たちだけで解決するんじゃなくて横串を刺そうとされている気持ちがすごく今日伝わってきて、すごくありがたかったですし、きっとつながるなっていうのを思いました。はい、私の今後なんですけれども、はい、まあ、地域創生地戦争研究所の、まあ、情報発信であったり、ね、まあ、地域全体にいろんな情報が、人が持ってる情報、はい、いろんなものをこうつなげて、まさにその横串を刺していくお手伝いできればいいなっていうふうに思っています。はい、あと消防団です。あ、そうですね、はい、現役消防団ですね。消防団のなんか展望ないですか。はい、今班長なので、やはり若手の方の育成である、はい、育成ですね、でちょうど某ドラマも、はい、池井戸潤さんの小説のドラマをやっていて、非常に楽しんでおります。はい、もうぜひ今度消防大学校幹部課に入学のだけで、まだだいぶ先ですけど頑張りたいと思います。そこでもう少し時間ありますので手短にお願いしたいんですけど、最後に一言ということでですね、まず小野町長さんいかがですか、最後に一言。はい、ありがとうございます。やはり一人ではできないということでも、やはり地域の中でみんなでやるとなんかこうできそうな感じがしますので、はい、そういった部分に向かって頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。稲垣さんいかがですか、最後に一言です。はい、私も基本的にフットワーク軽く動きたいと思ってますので、何かありましたら何でもご協力したいなと思いますので、どうぞ皆さん頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではご接種の中島さんお願いします。はい、すいません、何度も一緒のこと言いますけど、今週の土日東京奈良まほろば館にお越しください。お願いします。はい、ありがとうございます。それでは栗山さん、はい、ちょっとまだ大丈夫です、時間ありますから。まあ今日お話聞いて、はい、ぜひ竹でまず建築作りたいなっていう人がいましたら、うん、ぜひ弊社の公式ホームページにお問い合わせ の、 アドレスは日建ハウジングシステム で、はい、検索していただいたら大丈夫ですし、はい、モデルプロジェクトは弊社の公式、はい、YouTube サイトにも動画を上げてますので、ぜひ訪れていただいて、興味持っていただいた方が、はい、増えることを、祈っております。本日はどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございます。でもう一度次回の予告ですけど、次回は8月17日12時からゲストはこのテーマとして防災減災の現場ということで、スタジオには土屋和也さんに来ていただきます。また気象庁の方にも打診してまして、ぜひ来ていただくか、オンラインで出演していただけるとありがたいなと思ってます。で
あの FM アップルですけど、はい、ぜひよろしければぜひお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。でちなみにこの高校見てる方はあの後ろに何貼ってるんだっていやです、ね、ラジオの方は分かんないんですけど見てる方はあのあれ何貼ってるんだろうっていうの全く気づかないと困るのでこちらにあの地域未来学科ということであの新しく北海道文教大学に設置しますのでよろしくお願いします。本日は大変お忙しい中皆さんありがとうございました。ありがとうございました。